動画撮影するとき、マイクを口元に近づけると音が良くなる。でもどのようなマイクを選んだらいいのか、まあ選択肢いっぱいあります。ただ私、一番おすすめするのは、これですね。AT の9903。昔から1個持ってましたけど、2人で撮りたいからもう1個買いました。クリップとマイク本体。マイクは回転します。それと電源ですね。キャノンのビデオカメラ。一眼レフですと必要ですね。パナソニック、ソニーのビデオカメラですと、このユニット不要です。ですので外して使ってください。またはこれのないものを買ってください。ちなみに MV1 で使うときはいらないですね。それこのマイク、どのように使うのか。まあ、こうやって取り付けてください。これで話すといい音で取れますね。ただまあこれだとケーブルが目立つ。だから大体は、この服の中に通して、そして、ここら辺にクリップする。こうやって使うと目立たないですね。できるだけこういうマイク使わずに、大きな声でカメラに向かうのがいいですね。ただそうはいかない場合があります。あとは騒音が激しいところ。夏場の車の中、エアコン効かしてるから、ファンの音がうるさいです。あとは店内でレビューするとき、声を張り上げれないですよ。大きな声出すと、周りから振り向かれます。そういうところで使ってください。実際車の中と、飲食店の店内で使ってみました。まあ、これらの音声は全て未処理ですね。MV1 で録音されたもの、それをそのまんまアップロードしてます。レベル調整、フィルタリング、コンプレッサー、一切かけてないですので、本当の参考になるのかなと思います。MV1 にケーブルつけて、ピンマイクで撮影してます。まあ、MV1、非常に優秀なマイクがついてる。でも、この口元にマイクを持ってくるのと比べると、明瞭さあれば劣るのかなと思いましたね。私の声だけ取りたい場合、マイクを口元に近づけた方が、はるかに周りの音より大きくなりますからね。だからこの有線接続って、めんどくさいけど、できる限り使った方がいいのかなと思いましたね。まあ音は明瞭になる。雰囲気は出ないですけどね。もう周りのエアー感とか全部飛び去ってしまいますからね。あとマイクの質も MV1 についてるものと比べると低いはず。安いですからね。だから、まあ、記録程度、会議とか、あとトーク、そういうものの録音に適してるのかなと思いましたね。ソニーの MV1 を使って自撮りレビューですね。それこれピンマイク使ってます。だから店内の音とか入らないのかなと思いますね。まあ、今回ビッグマック単品、まあ、これはどうでもいいですよね。こっちの豆腐新庄ナゲット、これ食べてみたいと思います。生姜ソース付きですね。生姜ソース付き、鯉は結構小声でやってますね。まあ、これでうまくレビューができるということであれば、この組み合わせ流行るのかな。こんな感じですね。うん、どうでしたか。実は今 MV1 にこのマイクつなげました。まあ、これで冒頭の映像と今の映像、それ比べると音の変化がわかるのかなと思いますね。もちろんこれも音声加工してないです。カットはしてますけどね。まあ、このマイクを使った方が音は明瞭になる。でも部屋の雰囲気とかが出てないですよね。これは使い分けてください。特に音楽の場合は直接 MV1 のマイクを使った方が雰囲気が出ますね。小声の人を録音する、とにかくトーク重視だ、そういう場合はマイクを立てるのがいいですね。まあどちらがいい悪い、そういうことはないです。使い分けるといいと思います。それとこのぐらいの機材でしたら、まあ買えるんじゃないかなと思いますね。これを持ってるのと持ってないのとでは大きな違いですね。非常に手軽です。何か音がちっちゃい、周りの騒音も少なくしたい、小声しか出せないところで大きく音を取りたい、そういう時に便利です。まあそういうわけで、自閉の動画解放軍、登録お願いします。お願いします。ありがとうございます。